皆様おはようございます。絆長崎です。今日はですね、この昨日買ってましたヒラスのハラミの部分で、ですね、まだ桜早いんですけれども、ちょっと桜をイメージして花びら的な感じでやってみたかったんですけど、難しかったですね。まあ一作目っていうことで、桜の花びらがね、ヒラスの花見でできるかと思ったら、いやー、なんともはや難しかったな。いただきます。うん、花見の部分は次の日でも食べれます。全然こんな感じで、ああ。一日置いた方が、見てください、醤油を跳ね返すという切れ目のところだけ染み込んでますけど、あとのところは跳ね返してます、醤油を。うまい、あーうまい。生ビールも美味しいんですけれども、痛風を考えながらですね、20代の頃にちょっと経験がありますんで、たまにやっぱり生ビールばっかり飲んでると足の裏とか肘とか痛い時がありますんでね、プリン体オフ 70% オフ大事です。うん、スタイルフリーパーフェクト朝日さん、久しぶりに飲んだ。あー、なるほどね。うん、全然よかったなかったでしょうかね。発泡酒、いやー、発泡酒とはちょっと思わんかったな。うん、うまい。今日はこの気になって生まれて初めて見ました、ベビーチーズのこのシリーズ、何ですかこれは。ポルチーニ香る、ほんカタカナ苦手やな、ほんま。ポルチーニ香る熟成ベーコン入り、まあこんなんです。カイ君とカイちゃんが押さえております。まあちょっと後でいただきたいと思います。そしてじゃがじゃーん、開けました、チョコビー。シール入りっていうことで、中から出てきたのはひまわりちゃんでした。よっこしょ。ほほーい、っていうことで、うん、チョコビーのオレンジ味が出たっていうことで、期間限定、おい、あ、ひまわりの晩やった後に、ひまわりしたことない？あ、あいあい、ってことで。このね、クレヨンしんちゃんのお尻が、なんともはや。前、27巻だったかな。20代の頃に、漫画本揃えてたんですけれども。安室奈美恵さんがですね、クレヨンしんちゃんのモノマネ上手ですよ、テレビでやってました、たまげました。気のせいでしょうか、もっとたまげました。おらんっては思ってて、あえて振らんかったんですけど、ピヨピヨ軍団はまだ寝てるというのに、何ですかこの忘れないでください的な。今日はなんかキョトーってしてますね。その日その日でみんなピヨピヨ軍団もクーちゃんも顔の表情が違うんですもんね。なんでしょうかね、これちょっと寂しげな。ちょっ
といただきたいと思います。 国民を代表してみんな食べてるとは思うんですけど、うんうんうん、くーちゃん元祖チョコ部よりもしっかり歯ごたえがありと思ったが、そうは変わらん。色がオレンジがすごく予想以上にすごい。で風味が、あーオレンジがしっかりしてますね。まあ、ゆっくりいただきたいと思います。今日の弁もいつも朝半分食べまして、昼に半分食べてる感じですよ。昼っていうか起きた時にですね。朝からなんか一気には食べれません。よいしょ。くーちゃんよかったね。お刺身もありますし、うわ見てください、お刺身を見せた瞬間ですよ。こんなキラキラなことがありましたでしょうか。魚が好きやけんな。くーちゃんが好きなベストワン、ドゥルルルサーモン。ないけれども生サーモンが一番好きで、2番目がポテチでございます。カルビーさんのポテトチップス薄塩、売り上げ全国で、ナンバーワンの売り上げはこの元祖薄塩味が一番の売り上げナンバーワンだそうです。昨年テレビでやってました。おおなるほどな。いろいろ食べてきましたよ。海苔味にバターやらで、なんやもあいっぱいあるのに、よでてこん。うまい。なんせこのソファを引き連れて空が飛んできた。はいはいどうぞ。今年の何月やったかいなね。3歳になります。一番遊びたい年頃っちゅうかなんちゅうか、黙っておりけらんですもんね。よかよか黙っとけんしゃい。いちごの帽子パンチュの買ってきました。開かずの間でございます。よしゆっくりいただきます。まあもう5分っていうのはね、いつもだいたい5分以内にってあれしてるんですけれども、寄ってるわけじゃなくて飲み出したばっかりです。新潟の雪の地酒、水仙が八分酒ですね。いい感じに、こんな命を見せてくれるんですね。嬉しかですね。あとでまた、昨日も少し火に当てたんですけれども、今日また天気は悪くないんでね、ちょっと冷えてますけど、また外の風に当てたいと思います。ああ、綺麗かな。うん。ピヨピヨ軍団はお休み中ですけれども、ゆっくり調節していきたいと思います。よいしょ。今日のスポットライトは、今日のスポットライトはね、ちょっとね待っとって、よいしょよいしょ、前準備場所とらやった。前準備っていうかなんていうか、今日のスポットライトはキティちゃんです。